1976年1月から8月まで日本テレビで放送されたドラマ「大都会戦いの日々」。石原裕次郎さんの石原プロが初めて本格的にテレビドラマ制作に携わった作品です。暴力団に終点を当て、事件の陰に潜むドラマを描きました。従来の刑事ドラマにありがちだったアクションシーンをあえて排除し、捜査手法や警察組織の詳細な描写に加え、物語を通して描かれるサイドストーリーが高い評価を得ました。今回は大都会の主な出演者の現在についてご紹介します。黒岩来助、渡哲也さん。渡哲也さん演じる黒岩来助は警視庁捜査第4課、いわゆる丸棒の刑事でした。渡哲也さんは1941年生まれ、兵庫県出身です。石原裕次郎さんを見に行った日活撮影所でスカウトされ芸能界入り、大々的に売り出されたこともあってすぐにスターとなりました。しかしアクションスターとしての地位を確立したものの、その後日活がロマンポルノ路線への転換に伴い退社し、石原裕次郎さんの石原プロへ入社しました。結婚は1971年、一般女性とされ男児を一人設けられました。渡哲也さんは2020年に肺炎のため78歳で永眠されました。黒岩恵子、西名明子さん。西名明子さん演じる黒岩恵子は来助の妹、暴力団の報復で強姦された過去を持つ役でした。西名明子さんは1953年生まれ、東京都出身です。1972年 NHK ドラマ白鳥の歌なんか聞こえないでデビュー、お嬢様女優として人気が出ました。1979年に松方弘樹さんと結婚、芸能界を引退し一男一女を設けられました。その後1998年に松方弘樹さんと離婚、芸能界復帰を果たしました。松方弘樹さんとの離婚後、2011年に再婚されましたが2013年に離婚されています。西名明子さんは現在女優、タレントとして活動中です。深町幸夫、佐藤圭さん。佐藤圭さん演じる深町幸夫は捜査第4課の課長、非常な冷血感という役でした。佐藤圭さんは1928年生まれ、福島県出身です。高校卒業後、役所勤めをしながら地元劇団で活動していましたが、無断欠勤を繰り返し解雇され、それを機に上京、俳優座養成所へ入所しました。1955年頃から主に悪役として存在感を増し、知名度が上昇します。また低音の美声を生かしたナレーターとしても活躍されました。結婚は一般女性とされ、息子さんが2人います。佐藤圭さんは2010年肺炎のため81歳で永眠されました。一色光彦、玉川勲さん。玉川勲さん演じる一色光彦は捜査第4課の課長代理、一見温厚なものの冷酷さも持つ役でした。玉川勲さんは1922年生まれ、東京都出身です。シリアスな役からコミカルな役までこなす俳優として多くの作品へ出演したほか、俳優の地位向上を目指し日本俳優連合の理事として活躍されました。代表作は大都会で、他には悪役として多数の出演があります。玉川勲さんはプライベート情報が少なく、結婚やご家族については分かっていません。玉川勲さんは2004年に81歳で永眠されています。鏡音吉、中条静雄さん。中条静雄さん演じる鏡音吉は捜査第4課の係長、仕事は厳しいが人情家という役でした。中条静雄さんは1926年生まれ、東京都出身です。高校卒業後就職するも一攫千金を夢見て1948年大映に入社しました。1965年のドラマザ・ガードマンで人気を得た後、数々の映画ドラマに出演するようになりました。近年では危ないデカシリーズが有名です。
結婚は1955年に一般女性とされ一女を設けられました。中条静雄さんは1994年癌による肝不全のため68歳で永眠されました。丸山米蔵、高階角さん。高階角さん演じる丸山米蔵は捜査4係のベテランデカ、雷助と行動を共にする役でした。高階角さんは1919年生まれ、千葉県出身です。プロボクサーを志し上京したものの、映画に感動し俳優志望へ路線変更しました。1939年映画土と兵隊でデビュー。終戦後は大映を経て日活へ入社、多数の映画に出演しました。高階角さんのプライベート情報はよく分かっていませんが、一般女性と結婚し息子さんが一人いるようです。高階角さんは1994年心不全のため75歳で永眠されました。高木五一、草薙幸次郎さん。草薙幸次郎さん演じる高木五一は捜査4係のベテランデカ、厳しい取り調べをする刑事役でした。草薙幸次郎さんは1929年生まれ、東京都出身です。大学在学中に劇団入りし、1953年映画夜明け前でデビューしました。1956年に映画真昼の暗黒の主役に選ばれ知名度が上昇します。その後主に悪役を中心に映画ドラマに多数出演されました。草薙幸次郎さんは女優の増田春子さんと結婚され、お子さんに元女優の草薙香織さんと俳優の草薙仁さんがいらっしゃいます。草薙幸次郎さんは2007年肺炎のため78歳で永眠されました。大内忠、小野武彦さん。小野武彦さん演じる大内忠は所轄の城西警察署捜査4係の刑事役でした。小野武彦さんは1942年生まれ、東京都出身です。俳優座養成所を経て文学座へ入団、1960年代後半から俳優活動を開始しました。大都会や前略おふくろ様2への出演で知名度が上昇しました。1990年代に三谷作品や踊る大捜査線への出演でブレイクしました。結婚は1972年に薬剤師の女性とされ二女を設けられました。小野武彦さんは現在も俳優として活躍中です。平原春夫、阿波津光さん。阿波津光さん演じる平原春夫は城西署の刑事、署内のムードメーカー存在でした。阿波津光さんは1945年生まれ、秋田県出身です。大学卒業後役者を目指し、1968年に劇団へ入団。1971年頃から日活ロマンポルノへ出演し、徐々に知られるようになりました。テレビドラマへの転向後は様々な役を演じ、俳優としての評価を高めました。阿波津光さんは詩人の船木智子さんと結婚されていますが、お子さんについてはよく分かっていません。阿波津光さんは2000年に胃がんのため54歳で永眠されました。清水栄子、新井はるみさん。新井はるみさん演じる清水栄子は城西署の事務員、元刑事を父に持つ役でした。新井はるみさんは1953年生まれ、東京都出身です。1969年ザ・ワイルドワンズ、赤い靴のマリア、ミス赤い靴コンテストで優勝し芸能界入り。ドラマ犬と朝ちゃんの長女役でデビューしました。1977年テレビ小説風緑のヒロインに抜擢されブレイクしました。新井はるみさんは結婚されていますが、夫についての情報がありません。娘さんが一人います。新井はるみさんは現在画家、女優として活動中です。日高明、寺尾明さん。寺尾明さん演じる日高明は新聞記者、博打好きでお調子者の役でした。寺尾明さんは1947年生まれ、神奈川県出身です。1965年ホークグループザ・サベージへ加入、
1966年レコードデビューしました。1968年に映画黒部の太陽で俳優デビュー。これを機に石原裕次郎門下となり、主にテレビドラマを中心に活躍します。また1981年に発表したルビーの指輪が160万枚を超える大ヒットとなりました。結婚は1973年に女優のハン・ブンジャクさんとされた後に離婚。1981年に元モデルの星野真由美さんと再婚されました。お子さんについてはよく分かっていませんが、3人いると言われています。寺尾明さんは現在も俳優・歌手として活躍中です。九条浩二、神田正輝さん。神田正輝さん演じる九条浩二は新米新聞記者、黒岩恵子と恋人になる役でした。神田正輝さんは1950年生まれ、東京都出身です。1973年レストランで石原裕次郎さんに声をかけられ石原プロ入り。1976年俳優デビュー。気弱な美男子役がハマりブレイクしました。1985年映画共演をきっかけに交際していた松田聖子さんと結婚。翌年神田沙也加さんを設けましたが、1997年に離婚されています。神田正輝さんは現在俳優業はほぼされず、タレント活動を行われています。由井大三郎、北浦明義さん。北浦明義さん演じる由井大三郎は中堅の新聞記者という役でした。北浦明義さんは1940年生まれ、広島県出身です。大学在学中の1966年に映画「喜劇駅前競馬」でデビュー。以降脇役として多数の映画ドラマに出演。中年男の哀愁を演じる俳優として認知されました。結婚は1973年に一般女性とされましたが、お子さんはおりません。北浦明義さんは現在も俳優を続けておりますが、高齢のため出演機会は少なくなっています。松川純一郎、宍戸錠さん。宍戸錠さん演じる松川純一郎は新聞記者キャップ、愛人がいるなど公職家という役でした。宍戸錠さんは1933年生まれ、大阪府出身です。大学在学中に日活ニューフェイスに合格し芸能界入り。1955年映画警察日記でデビュー。1956年に包茎手術を受け、悪役への転向を行いました。以降多数の映画ドラマに出演、エースの城として人気となりました。結婚は1962年に一般女性とされ、2男1女を設けました。長男は宍戸海さんです。宍戸錠さんは2020年心疾患のため86歳で永眠されました。三浦奈緒子、篠ひろ子さん。篠ひろ子さん演じる三浦奈緒子はバームンクのママで、黒岩と親密な関係という役でした。篠ひろ子さんは1948年生まれ、宮城県出身です。1968年大学在学中にスカウトされ芸能界入り。地元テレビ番組のアシスタントで番組中に歌ったのがきっかけで上京。1969年水色の風で歌手デビューしました。歌手デビュー当初は売れませんでしたが、1973年ドラマ時間ですよへの出演以降、女優としての地位を確立。多数の作品に出演されました。結婚は1992年、44歳の時作家の伊集院静香さんとされました。お子さんはいません。篠ひろ子さんは結婚を機に芸能界を引退し、郷里の仙台で過ごされています。滝川隆太、石原裕次郎さん。石原裕次郎さん演じる滝川隆太は新聞記者キャップ、人を傷つける記事は書かないという硬派な役でした。石原裕次郎さんは1934年生まれ、兵庫県神戸市出身です。石原慎太郎さんの著書太陽の季節の映画化にあたり早役で映画デビュー。続く狂った果実で主役を務め人気爆発。以降大スターへの道を歩み始めます。
石原プロモーション設立後はテレビへ進出し、西部警察などの名作を見ました。結婚は1960年に女優の北原美恵さんとされましたが、お子さんはいません。石原裕次郎さんは1987年癌のため52歳で永眠されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。